さあじゃあ本日もやっていきましょう。いやエンコードもね、編集してて気づいたけど、そんなに重いカクカクではないかったので、ね、大丈夫かなっていう感じで今日もやっていきましょう。とりあえず今日は嵐が来てるらしいね。じゃあサンドギアの帽子をかぶって守っていきましょうか。昔ね、なんか帽子をプレゼントするといいよっていうツイッターを見たんだけど、何だったかな。なんか住民それぞれいろんな帽子をかぶってるらしいんだよね。まず、風で吹き飛ばされてしまったか。後で取りに行くか。で、通る蝶々からは、世界にその名をとどろかすビジネスマン、ムサさんが私たちの街に興味を示しているそうです。第一印象を良くする方法について話し合うため、明日の18時より町役場前で夕べの会議を行います。ふるって参加ください。はあ。お、これはちゃんと日本語なってる。まあ、砂漠の思い出っていうやつかな。この度、あれね、イベントが承認されましたと、あとは民兵団から、いろいろ来てると。デニアからの返信だね。で、パブロからは、まあ、仲良くなってるからもらったって感じか。今日はイベントもなんもないのか。そうか。じゃあまあ、何にもなかったら次の日って感じかな。いやー、結局一日いろいろやったけど、イベントというものはなかったね。おそらく次の日にいろんなイベントが起きるんだろうね。おとなしく寝ようか。お、謎の男が現れた。会いに行かないと。いやー、多分夜まで多分イベントないのかな。お、2回目の2日目はそんなに問題がない。何も矢印しかないな。多分6時まで何もないパターンだ。そうだ、いい機会だから壁もリフォームしよう。これか。ん？何、未構築って。シンプル川かな。へえ、なんかじゃあこれ作ってみようか。面白いもの発見したし。じゃあ大理石、石の板と、で、かしぎの棒があと6つあればいいのか。へえ。これは外観は変更できないよね。フェンスゲートを役防犬にして、で、フェンスゲートを石にするか。役防犬フェンスにしようか。 OK。 ちょっとだけやりたかったことできたね。じゃあその石の板と、あ、これ両方か。しかもレンガか。とりあえずやっておこう。15分、1日ぐらいかかるな。さあ、じゃあ面白いものを発見したから作っていこうか。単造で、クロムの体験。これどのぐらい強くなるんだ。ついでに今のスーパーショックシールドが、まあ、わからんけど。レベル25で扱えるもんだけど、クロム、あ、30か。となると、あったった、クロムの、ちょっと作ってみようか。30で、あ、これがあればいいだけか。あー、それ使ってるんだよな。まあいいや、先にその木の板2枚作るか。
これだね。これを2つ。これ先に作ってっていう感じで。じゃあお願い。じゃあできたら新しいね、武器も使ってみようか。お、そうだ。謎の男がいたんだ。まあ意味ないけど、会話して。宝箱3つ。次これは、まだ謎の男からしか入手できないのか。さよならミートボールとネームタブ。これ買っとくか。とりあえず1個買っといて。あ、愛するペットの名前を変えるときに使えるだけか。このバンジョーを仲間にできないかなって。あ、これ使えないのか。あ、中入っちゃった。じゃあ、夕べの集会始まってるけど、ちょっとこれが欲しいから帰って行って、武器作っちゃうか。クロムの剣と盾。強いのかな？まあ強いんでしょう。で、今どんくらい？スーパーショックシールドが最大が158で。ん？あれ？あ、そっか。作ってるんだった。すっかりそれ忘れてたよ。火入れにこれ作るにはまだ足りないのか。よし、うまいくぞ。その集会に行かないとイベントが進まない。もう影ができるのか。こんばんは皆さん。良い知らせはもうすでにみんなの耳に入っていると思うけど、改めて言えばね、自由都市1の大金持ち、ムサさんが数日後にサンドロックに来るの。ムサさん。あ、オムレツはどこだ。有名な集会。ムサ？ポルティアの町長とトンネルのアイデアについて話をしたら、私のことを彼に紹介してくれたの。橋の件で感銘を受けたそうで、自分の目でサンドロックを視察しに来てくれるんだって。うまくいけばポルティア道路建設プロジェクトに投資したとムサさんは言ってるわ。2つの都市を同盟での物流の中心にすることに可能性を感じているの。ほう、なるほどね。ポリティアとつながればサンドロック再建の新しい機会も訪れるかもしれない。より高価な水に優れた、安価な水か。優れたボイキルド。そう、これがとても重要。サンドロックを反映するにはこういった外部からの投資が必要なのよ。今回の集会の議題はムサさんが来た時にどうやって感心してもらうかよ。心配は許されない。みんなとびきりお行儀よくしてね。なるほどね。クーパーさん、暴言はダメよって。クーパーって誰？この人か。ペンはそのパワーを11から6ぐらいに下げて。わかった。11から 6？ はあ、16から11にするにはどう？それに戦闘レッスンも禁止。あ、戦ってはいけないのか。みんな好きなんだな。アルビオとカトリネ、押し売りはやめてと。押し売りね。自然に出ちゃうか。エルシーはね、確かにいたずらはダメだ。イエイイエイって。ドクターファンとチーホは誰か彼らに実験はダメって伝えておいてちょうだい。ドクターファンと、あの人ね。
ブレスはしばらくの間、代わりに応援にキッチンに立つようにしてくれる？悪気はないのよ。大丈夫、気にしてないと。おお、その仕草もいいね。その辺でおよしなさい。トールディ、本来のみんなを見せないようにしてまでムサさんを感心させたいのですか？ありのままを見せてもらった方がよっぽど喜んでくれると思いますよ。そうやね。みんなごめんなさい。見ての通り、この件でものすごく神経をすり減らしてるの。ドクターファンのね。俺に力を読めるとさせローガンと取り巻きのことについても話しておかないと。カリにはこのリスクについても知る権利があるからな。保安官、ムサはもうニュースを読んでるはずよ。それに彼がここに来る頃には事態はもう落ち着いてるはずでしょ。そうだな。気前が悪そうだね。話が大きくそれちゃってごめんなさい。どうすればムサを感心させられるかを考えるのがこの集会の目的だったわね。町の案内は計画してるけど、他のアイデアが欲しいわ。何か提案あるかしら。今から取り掛かればアヒルサイズのルタバガが育てられそうだ。何それ。巨大なロボット。新しい木がいいんじゃないね、やっぱ。そうね、現在進行中の森林再生における成果なら十分な好印象を与えられるはず。町の案内に取り組んでおくわ。どんどん行くわよ。町をよく見せるために手っ取り早く用意できることはないかしら。泥相撲。駅のホームがあまり見栄えが良くないのかな。ズバリそれよ。お、駅の見栄えを良くするのか。ドロスボ。俺に挑戦したやつは、まあペンが言ってることは間違いだね。そうか、第一印象が一番大事だと思ってな。いい、第一印象を与えるね。列車から降りて最初に見るものを改善するのがいいんじゃないか。看板はなくすのか。やりましょうって。それに交通機関の予算をもう少し増やせば従業員を雇えるかもしれんしな。従業員。確かに交代したいわね。よし、そのアイデアのその1に谷は。そうだ、ブルメンでウェルカムパーティーを開くのはどうかな。もちろんみんな招待する。音楽をかけてゆったりとした空間で食事を楽しんで、いい印象が残るだろう。それはとってもいいわね。素晴らしいわ。応援やってみましょう。いいね、早速準備に取り掛かるよ。これくらいでいいんじゃないかしら。もう一度ムサさんが来るときはみんなお料理よくね。私たちの未来にとって本当に大事なことだから。というわけで夕べの集会はこれにて終了します。ビルダーの皆さん、もう少しで町役場からの依頼がかかるはずよ。なるほど、駅を良くするんだね。お姉さん、振り返り。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。